皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、前回の方、仲間入った方ですね。こちらになります。はい。ボルインチフさんは、格闘家になるためにね、ちょっとね、今まだ鎧とかがないんですけど、忍び装束とか欲しいなと思ってるんですけども、まあ、武術でちょっと育てていこうかなと。まあ、普通に武器持っても強いんですけれどね。で、グレンさん。こちらですね。グレンさんは、まあ、このような形で重装備にして、ちょっとね、剣を持たせようかなと。ただ正直、筋力が足りませんので、まあ、しばらくはちょっとね、戦いにならないんじゃないでしょうかね。まあ、筋力、ボーナスがありますのでね、ちょっと頑張って上げてほしいところです。で、続いてこちら。モラフチークさん。こちらもね、基本重装備にして、ポールアーム買いました。防具貫通プラス 30% 攻撃ボーナスとかついてるのでね、まあ、これから今後頑張っていただきたいというところでね、まだまだ近接攻撃低いのでね、まあ、打たれ強さはさすが、奴隷として働いてたことがありますのでね、育ってはいるんですけれども、早くね、種族ボーナスであるこちら 1.2 倍で育ちますのでね、近接攻撃育ってほしいなと思います。スキンナリさん。スキンナリさんはね、この方ですね。ナタ武器に対してダメージ量が多いなというのがありましたので、あ、筋力結構あるね。も出したのは、肉切り包丁ですね。で、これにしまっとこう。装備はまあ、こういうような形で、一応重装備で固めております。戦士たちですね。で最後に、こちら、前回の方、名前を変えてですね。ちょっと一旦外そうか。これ色がさ、変わるんだよね。はい。こちら今回、トラビスさんですね。コメントでいただいた、名前つけてくださいっていう形でね。いただいたので、こう奴隷解放した時にね、入られた奴隷の方に名前を付けようとのことでやったんですけど、なんかね、不思議なんですよね。侍の兜とかこれ買ったやつなんですけど、付けたらね、色が変わったんですよね。不思議なんですよね。なんか赤くなったっていうね。もしかしたらこの侍のスネアツとかも買ったら色変わるかもしれないですね。他の人変わったこれ買ったはずなんだけど、色変わらないんだよな。なんでだろうな。ちょっと不思議なんですけど、まあ、色がトラビスさんカラーになったという感じですかね。トラビスさん専用装備ですね、これは。一応、近接が30あると。で、刀も28ということでね、非常に戦闘向きだったので、ガチガチに固めております。で、これも買ってね、防御力硬いの。あとはそうだな、チェストプレートな、もうちょっと高いのあればよかったけど。まあ、ここら辺も、パラディンの行為から奪ったものでね、装備を固めておりますと。いうので、とりあえず今回はね、お金見ていただくとわかるんですけど、ちょっとね、だいぶ減ったというのがありますので、ちょっとね、変具の方まで向かいながら、お金稼ぐよね。したいなと思います。具体的にはピークシングルの卵を狙いに行きたいなと。で、さすがにね、足の速度が遅い人がいますので、3倍速でもこの速度です。隙間いるね。来たら戦うか。来たね。いけ！都度攻撃。よし。都度敵とは戦闘していきます。ああ、なんか帝国フードが戦ってたのか、侍が戦ってたみたいですね。スキマート。いけ！よし。いけ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 、やっちまえ。いっぱいいるな。どういうことだこれ。あれなんか別のと戦ってね。ドレーションと戦ってる。もう何でもありだな。いい感じの将棋だ。あ、もう何でもありになってきたな。来てるぞ、おい、来てるぞ。いやー、倒せるようになってきたね。でもみんな大丈夫？はいはいはい。おお、フリーフィンガーさん18000か。よし。おーっと、どうした？どうした？文明から離れるのはいい気分だ。この地の都市に文明があると言えるならな。みんな大丈夫？これ。だいぶやられたよね、これね。さあ向かおう。あれ？いやー、きつかった。隙間いるね。あれ、そうじゃない？起きてるわ。地味にダメージもらっちゃったかもな。もらってる人いるよね。大丈夫か？この道はこの先。金が待っています、ご主人様。誰に対して言ってんだ、これ。護衛させてくださいとか。マジっすか。そんな護衛してもらっちゃってありがとうございます。すごい一段だったな。戦闘始まってる。よっしゃ。またお前か。よし。ミンチになったな、一瞬にして。一瞬にしてミンチですよ、もうあんなの。あ、護衛終わった。終わったみたいだ。さあ、行こう。こうやってやることによってね。お、後ろになんかいたの？大丈夫か？こうやってやることによって、能力値がですね、ぐんぐん上がっています。こうやってね。だから、グレンさんも上がってんじゃない？ね。素晴らしいですね。あ、侍がついてきてる。あ、ちゃんと侍新兵ついてきてるね。まあそのうちね、天狗韓国の中にね、いますのでね。始まったー。偽物目っていうのは多分誰かがね、奴隷商の格好してるんでしょうね。まあちょうどいい。やっちまえ。侍たちは敵にならないか。大丈夫か。こんな感じです。26。はい。他の人たちがやっぱ攻撃してるね。この人は格闘家は？格闘家。いって。格闘家。その手前のダンベルみたいな、ダンベルじゃないけど。あ、何もせず終わった。よし。そして回復してくれるというね。まあ、ズブズブの関係ですからね、この奴隷商とね。まあ、敵対にはならないというところでね。まあ、命があるだけ良かったんじゃないですか。さあ、負傷者が増えるとね、足の速度がどんどん遅くなってくるんですよね。これこのままピークシングいければあれだな。大きくないか。さあ、上を上がると何が見える？何も見えないね。誰が足遅いんだろうな。ちょろっとこうね、こうするとね、分かってくるよね。ナイフさんだね。ただ、筋力を鍛えたい人がいるから、ちょっとグレンさんに担がせようか。あれどうしたの？ナイフさんは足怪我してんだよね。ああ、ちょっときついね。よし。さあ、急ごう。まあ、大舞台だね。あ、大丈夫か。ホンソさんね、腕やられちゃったから。にしても、あれだったんですね。多分今まではこんな有効度良くても護衛しますなんてことなかったと思うんですけれども、仕様が変わったんでしょうかね。これだったら早いうちからね、同盟さえ結んでおけたら、あれですね、もうフィークシンクロス行き放題ですけどね。さあ急いで。多分ね、筋力の上がりが結構早いんじゃない？え、ちょっと待って、あ、よくないね、それ。よくないんじゃないかな。やばいね。いけいけ、頑張って。どうなってる？好きになった。この人大丈夫？格闘家危なかった。さあ向かいましょう。そう、グレンさんが担いでるから EXP 多分結構入ってんじゃない？ほら、経験値的にいくと今 XP200% になってるんですよね。普通の人たちはっていうと 20% とか、重いもん持ってる人でこうなっちゃうんですけども、この人は軽いのかな？運動の XP 入ってるね。これがね、ほら、150% 入ってますよね。全速力ボーナスとかね。成長率。早めに育てたいのであれば、負荷ボーナス、人を担いでね、負荷ボーナスをかけてあげて、こう能力値をね、ぐん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 。すごい勢いで上がってますけど、他の人は多分ね、そうでもないね、ほら。上がり方がね、ちょっと違いますよね。あ、でもあれか。この人も、武術ってこれ、格闘、素手で戦う、深張り、筋力を上げる。筋力ないとあれか。でも育ちづらいんだな。非常に育てづらいね、今の人。武術。まあ、戦っていればそのうちって感じかな。さあ、変化まで来ましたよ。入ってきました。ここら辺だからね、怪しげなキャンプもそのうち行かないとな。デブッチョ貴族、誰もその言葉を貴族に面と向かって言うお前を見てみたいもんだ。さあ行こう。この人たち強さは44。結構あれだね。結構強い人たちいますね。前にいるのは、ああ、トレーダーズギルド的なウエスタンハイブ。いやー、にしても相当暑いんだろうな、ここ。蜃気楼っていうかね、揺らめいてますよね。向こうは砂漠だって感じですけど。水も何もない土地ですね。どこまでこの人たち来るんだろうね。気になるとこですけど。どこまでも護衛してくれるならそのままピークシングのスイッチやよ。そうすればね、卵がっつりとね、手に入れてね、1個4500ぐらいで売れますんでね。ちょっとね、食費もかかるんですよ。あら、結構食い尽くしたな。栄養食4つぐらい買ってたんだけどな。おっと、干し肉だいぶ減ってきてんね。という事態でね、食料みんな食うんですよね。特にシェフとかが多いと食事の量が増えますからね。おー、いいね。自分たちでね、食料を作ってて自給自足やってないから、お金は稼がないとね。おい、どこまでもついていくんだ。ああ、夕日が綺麗。そして夜になる。飲まず食わずじゃないですけど、丸1日ぐらいかけてずーっとひたすらこの人たち南下してるんだよね。さあ、結構筋力育ったんじゃないグレンさん。もう19まで来た。この人は逆に運動能力が上がるでしょ。武術1しか上がってないな。ああ、隙間いた。また戦闘になるかな。さて、奴隷のうちとか、おっと来た。どうせあ、そっか、あれか、このタイプの方々、あ、だからこのタイプだね。食えるじゃないですか、スコッチランダーは。あ、普通になんか緑色になってんね。普通になんか護衛雇ったみたいな感じになってるね。これはどこまでもついてきそうだ。じゃあピークシングのところでちょっと行くぞ。この人は格闘格闘、おっと避けて、ああやばいね。あ、食ったね、生肉。食えるんなら食っとこう。はい、さあ入っていくよ。ドライミート。あ、ちょっと待って、またいた。すぐいるんだから。はい、すぐ出てきますからね、気をつけないと。さあ早く右下行きたいけど、まだまだ我々ではまた奴隷にされてしまう。全て奪われる。さあピークシングになってくるとね、ちょっとね敵のレベル上がってきますからね。あれは気をつけないと。さあ奴らの地域へ突入するぞ。綺麗なんですけれどね、景色は。我々は明日生きるために少しでもお金を稼いでおかないといけないのです。大工さん19まで回復したか。まだまだだね。さあ着いたぞ。あとはどこにエッグがあるかだ。奴らの卵はどこにあるかだ。やつらの巣があるとこ行かないといけないからね。あ、待って、さ侍が戦いに行ったな。おっと、やられてんね。行くぞ。あそこにあるっぽいな。エッグあったな。2つあるね。ってことは奥にもあるか。2つ重なってんのか。これは。行くぞ。ちょっと待って。どうしたの？そんな近くに行って。やばいんじゃない？それ。どうして弓持った人たちそっち行っちゃった？やばいって。頑張って。いやー、チェンさん。チェンさん。よし。川か。よし。川ゲットしとこう。川ゲットしとこう。大丈夫か。いやー、きつそうでしょう。川か。川をホップ打つんだね。川収集係。さあ、あっと、白雪さん倒れてる。さあ、頑張って。よし。白雪さん倒れたな。なになになに、そういう次そっち。大丈夫。いやー、結構きつそうだね。大丈夫かなみんな。ダメージもらってない？白雪さんが生きてるけど、マイナス53じゃちょっと厳しいね。先生復帰は不可能だな。いや、じっくりいかないとこれ危ねえぞ。あれ、無傷。ダメージ食らってないね。食らってない。この人危ねえな、多分。まだまだ我々にはあそこの卵を狙わなくてはいけないんだ。やべ、ちょっと待って、いっぱいいるな。あれやべえんじゃねえの？卵取んのも楽じゃないっていう感じだよね、あれね。大丈夫かな。ちょっと尋常じゃない数いるよね。大丈夫かなこれ。体調合意する。どうしよう。おびき寄せないとやべえ。あ、ちょっと待って、早いね。ちょっと多くねえか。多いよね、これね。卵あんだけどさ。やつらおびき寄せた方がいいな。よし、侍がおとりだ。よし、侍に戦闘を任せながら。これはピークシングのちっこいのは大したことねえのか。大したことあるな、でも。あ、まだ侍たちいるね。え、この侍たちは軍曹だ。あ、強いね。よし、行け。みんな戦え。よし、行くぞ。俺たちが戦うのは。とりあえず、ホップツさんはね、卵を奪おう。どうだ ?4200。あら、卵入んねえじゃん。卵重なるかな。よし。いけいけ、エッグエッグエッグ。よし、獣の皮。それやばいんじゃないの。さあホップさん7個ゲットしたから、これで3万近くいくね、生きて帰れれば。あとは我々が生きて帰れるから。ピープカン、左足、みんな視力を尽くせ。お、トラブさん頑張ってる。30倒れてってんね。さすが硬いねやっぱね。今9しか食らってないよ、怖いからね、起き上がられると。17、さすが防御力硬い。さあいけいけいけ、倒せ倒せ、よし。ちょっとね確実に減らしといた方がいいよね。生きてるからやばいんじゃない。ホップさん。あ、マジか。しまうよ。空きがないって。卵預けねえとダメだな。さあ、大丈夫か。卵預けて、皮も預けて。肉邪魔だな。ちょっと預けちゃうか。よし、起き上がられる前に卵と肉回収だな。よし、あ、やべ、余計なの取った。さあ起き上がられると厄介だからね。あれ、ホップさん生きてる？みんな他手遅れになっちゃうと困るんだよな。 B 分が危ないね。大木処置、白雪さん大丈夫。好きになりさん、まあ他は大丈夫か。とりあえず急いで回収しねえと。皮と肉をさすがにきついね。これだけの相手をするのはちょっとね、骨が折れるね。侍いなかったらやばかったかもしんない。大事にしろよ、体は一つしかないんだから。ずっと応急手当で済むわけじゃないぞ。これはドクター・チェンさんですね。さすがお医者さん。これのどうなってる？起き上がられちゃうと困っちゃうからな。よし。で、パック、取り引き。大量だな、皮と肉が。よし。刀が落ちてる。他はないの？あんじゃん。2つあったもんね。卵大収穫。ただ重傷だな、結構なダメージ負ったね。大丈夫そうだね。はいはい、これも取っとくか。いるよね。よし。大収穫じゃー。はい。お金稼ぎになりますね、やはりここは。こんなところか。あとは、何やんなきゃいけないかっていうと、おっと、向こう戦ってんね。ちょっと肉取り出して。キャンプファイヤーをね、しましょう。こう、はい。動物から剥ぎ取るってなってる。まあ取ってくれるならいいけど、剥ぎ取るもん何剥ぎ取んだろう。あ、肉取ってる。取れるもん取っていきましょうって感じか。とりあえず集めようか。とりあえずね、今回ので結構ね、稼げたと思いますので、おろす。あとは、あれか。あ、2個置いてったね。さっ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 と。さすがに素早い動きで。よし、あ、どっか飛んでっちゃった。はい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 。ドライミート。食料、これだいぶまともになったんじゃない？肉。はい。はい。はい。ホップさんの肉もなくなったね。はい。せい。食いたい。よし。手軽に肉焼けるからいいよね。よし。取り切れてなかったか。これでしばらくご飯困んないんじゃないかな。好きになるさん戦ってる。大丈夫か？いやー、大丈夫？あ、いけいけいけ。侍たちが戦ってるせいで多少ちょっとね、あれだね、もったいないね。よし。ドライミートを食べた。いやー、起き上がってんね。大丈夫かな？キャットさん、よし、ガード。グレンさん、すげえ遅い。まあ、筋力鍛えてる段階だからね、しょうがないよね。よし。いや、軽装備の人きついね。買いたい。あ、ここにドライミート入ってんのか。回収しとくか。ドライミート。よし、なくなったね。ちょっとめんどくせえからここで買いですか。はい、よし。はい。一括選択、おぶね。一括選択みたいなのできればいいのにね。まあ、そう都合よくはいかないですよね。よし。みんなどうなった？結構なダメージもらったよね。この人たちいなかったらきつかったかもしれない。とりあえずエルスくん担いで。ああ、トラビスさんもせっかくだから筋力鍛えるか。あとはあと担がなきゃいけない人はいますか？いなそうだね。これで大丈夫かな。ピークシングルス。ちょっとこっちの方行って、ああ、いるね。フィンカーさん。担いで。よし。一旦出ようか。ちょっと待って。どっから来た今。起き上がったのかなあれ。怖いね。いるわ。いるけど、卵はないよね。まあ、とりあえずね、今回はここまでにしておきましょうか。次回はですね、ここから卵を売却はしておきたいと思います。で、そこから先ちょっとどうするか、ある程度回復するまで待って後にね、どうしようかな。結構今のでご飯は大丈夫になったんで、下の方向かいましょうか。ブリンク。ビレッジか。このビレッジなんかあったと思うんだよな。次回こっちのビレッジ行きましょうか。ビレッジなんかね、賞金首いたと思う。ここ向かうのもありだな。まあ、とりあえず次回はここのウェイステーションあたりから始めようか、じゃあ。ああ、定住民の遊牧民か。ユニークキャラいるかな。そっか、それも味方に入れないといけないからな。どうしようかな。次回ウェイステーション行って、この定住した遊牧民の方行きましょうか。ここら辺にもね、こう、ほら、密輸業者の酒場とかいろいろあるので行ったことないとこが。だから次回はちょっとウェイステーション開始で行こうかな、こう。で、ここ通ってる間に多分またなんか見つけるでしょう。ここら辺なんかあるでしょうね、きっと。で、そうしたらこっちの下の方行ってみるのもいいかもしれないですね。モーンとか肩に行ったことないからね。そうすればここら辺突っ切っていくことになるから、探索しながらね、行きながらこっちの方行くのもありかもしれませんね。そんな感じで進めていきたいなと、ちょっとずつね、右下にも進出していきたいなと思いますので。それでは、また次回。お楽しみに。さよなら。